はい、こんばんは。久しぶりのゆうご .tv でございます。はい、今日は2013年の10月の2日水曜日でございます。はい、ちょっとね、やっぱり毎度おなじみのゆうご .tv とか言ってたんですけど、久しぶりになっちゃいますね。このまじ気をつけて、やっぱ毎日配信しないとね、みんなから忘れられてしまうかもしれないので、ちょっと気をつけてなるべく配信するように心がけたいと思います。それでは今回の豆知識、生活に役立つ豆知識、こちらを教えたいと思います。それでね、今回は塩分を控えめにして、なお味の濃い味噌汁を飲みたい、そういうお題です。成人病なのでありがちな塩分の控えめ、塩分調節だけど味噌汁は飲みたい。味噌汁はやっぱ栄養価値が高くて、すごくやっぱ必需品、毎日の生活に欠かせない、そういう食べ物です。だけど塩分を控えめしたい、そういう時はですね、味噌の量を減らして、その分お酒を足してあげると、塩分が控えめで味付けも濃い美味しい味噌汁ができるそうです。ぜひ塩分を控えてる方、ダイエットなど、成人病、いろんな病気なのに気を使っている方、ぜひ試してみてください。てなことで、今回はこの辺で、ブログやツイッターとフォローしていただけるかなと思っております。それではまた明日絶対配信します。こちらのブログは、こちらのブログじゃねえや、こちらの動画はアメブロの方に貼り付けたいと思います。それではまた。バイバイ。